皆さんこんにちは。我が魂の賛美シーズン2をご覧いただきありがとうございます。今年も素敵なアーティストをどんどんお迎えして、パワーアップしてこの番組を、お届けしたいと思っています。まず今日のゲスト、クロットによる、1曲目からどうぞお聴きください。はい、ということで今日のゲストは、ロックバンドの、クロットの皆さんです。こんにちは。こんにちは。なんか本当にエネルギッシュな、曲調で本当に元気にもらいそうな、はい、あの曲なんですけど、1曲目は何ていう曲ですか？ネバーエンディングジャーニーっていう、これはなんか新曲っていうことで。そうですね、去年の終わりの方に作った曲なんですけど、はい、全部ミッキー君が書いてるんですか？そうですね、基本的には全部自分です。はい、前回というか、あの前回お会いした時は3人組で結成されていた、グループだったんですけど、はい、1人新メンバーが去年加入したということで、はい、ギターを1人、はい、4人になりました。4人バンドで、はいはい、じゃあちょっと自己紹介をまずお願いしてもいいですか？はい、ボーカルギターの三木ひろきです。よろしくお願いします。
ベース担当石島さがやです。よろしくお願いします。ドラムの田中翼です。よろしくお願いします。ギターの栗原春樹です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします、ね、結構皆さん演奏してる時は情熱的だけど普段はあんまり緊張しちゃって、あんま喋れない感じ。緊張もあるかもしれないけど結構若いのに覇気がない感じはあるんですということは春樹くんが、新メンバーですね。はい、はい、若干21歳ということでクロットの中でも一番年少ですね。はい、はい、どういう経緯で入ることになったんですか。自分の通ってる教会の、教団が一緒で、はい、それで、まあ、時々教会のイベントとかがあって、まあ、みんなで賛美したりするじゃないですか、そういう時に春くんがギター弾いてるのを見て、まあ、一目惚れみたいな。あ よかったですね。なんかこう話があった時はどんな気持ちで。いや本当最初は俺でいいのかなって言ってちょっともうかしこまっちゃって、緊張しましたけどもう本当にすごい今楽しくやってます。なんか本当に最初から4人バンドだっていうぐらいね、すごく 息がぴったりで、ありがとうございます。本当にいいなと思いました。クロットっていうそのグループ名なんですけど、はい、この名前の由来はどういう。クロットっていうのは意味が、土くれっていう意味で、うん、神様が土から人間を作られたっていう、そういうところから取った、うん、名前になってます。はい、じゃあなんかこう自分たちは土くれだけど、うん、それをこう神様によって。そうですね、やっぱ脆い人間だけどあなたの息が吹き込まれてやっぱり賛美ができるっていう、うん、そういう意味がありますね。じゃあ本当にその曲として、まあ、バンドとして伝えていきたいっていうのはそういうやっぱり自分に対してこう自信がなかったりとか、うん、こう本当に落ち込んでいるような若い世代に、うんうん、大丈夫だよっていうか。そうですね、神様にある希望を見出してほしいと思って歌ってますね。はい、はいはい、それではじゃあ2曲目を、お願いしたいんですけれども、はい、じゃあ2曲目のタイトルと、はい、お願いします。はい、あなたの声で聴いてください。ため息ついてばっかり
初めまして、僕らクロッドって言います。よろしくお願いします。僕たちこんな感じで、都内の教会とかあとはライブハウスとかを中心に、活動しています。まあ、音楽をやってるからには何か、誰かに伝えたいという思いがあって、僕たちは、真の生きる希望っていうのを、音楽を通して伝えられたらなって願って活動しています。まあ、今日やらせていただいた曲2曲さっきやらせていただいたんですけれども、その2つもまあ希望を歌っていて、本当にどん底で光が見えないところに、いるときに必ず、真の希望っていうのは、見えるっていうね、そういうふうに信じて、前を向いていこうっていう、その本当に絶望的な状況にあったとしても、そこには絶対に、みんなが見えないだけでね、光っていうのは本当に存在していて、それを見ようとすれば、それを求めさえすれば、必ず与えられるんじゃないかって、いうふうに思っています。それが、まあ、俺たちの場合は、というか、まあ、みんなにもそうあってほしいんだけど、まあ、神様の声だったり、そういう愛だったりするんですけども、2曲目の、あなたの声でっていう曲は、本当にそういう感じで、神様の言葉が、希望が見えない、どん底の中にいるときに、僕に、語りかけてくれて、希望を見せてくれたっていう、だからあなたの声に従って、生きていくっていう、そういう、まあ、気持ちを込めた曲になっています。あと、このあと最後に、やる曲なんですけれども、それが夜明け前っていう曲で、まあ、メンバー一人一人結構、まあ、暗い部分通ってきてまして、まあ、それぞれ、ね、みんなあると思うんですけど、でも、一番暗いのが夜明け前らしいんですよ。日が出るちょっと前、その時に一番暗くなるっていうふうに聞いて、でまあ、僕たちのそういう暗闇とか辛さとかもそういうことなんじゃないかなって思っていて、本当に本当にもうどうしようもない、もうこれ以上何もできない、頑張れないっていう時にこそ、必ずその次に希望が必ず見える。まるで夜明け前の次に必ず、日が昇ってくるように、人生もそういうもんなんじゃないかって、いうことを信じて、こういった曲を作りました。聞いてください。夜明け前の一番暗い空を君は何度見てきたの。その度足がすくんだろうけど、君は立ち続けたね。Oh.
走り続けたね。昇る朝焼けが見たくて輝く日を見やったくて The world is waiting for you 決めよ今必要な人がいる The world is waiting forはい、2曲続けて、お届けしました。ありがとうございました。ありがとうございました。なんかね、すごいエネルギーを、はい、消耗するというか、このスタイルはもう、もうなんか全身全霊を込めて、うん、毎回歌う、そうですね、うん、本気で、はい、で夜明け前っていう、はい、この曲すごく印象的だったんですけど、今年の、まあ、日本今本当に夜明け、まあ、いろんなことがあって暗い中にあって、あでもすごく希望があるんだなっていうのを、そうですね、うん、感じました。まあ、あの曲は結構バンドとしても思い入れがあって、うん、あの栄が、まあ、ちょっと病気だったっていうのもあるんですけど、まあ、
心の病気、うん、で本当に暗闇を味わっているのを知っていて、うんうんうん、もう本当に身近で、うん、でも僕たちは絶対にそこに希望があると信じて、うんうんうん、あの祈り続けてやってきたっていうのがあって、まあ、あの曲を作った時もまだもちろん完全に癒されてたわけじゃないんですけど、うん、まあ、今もまだ戦いはあるんですけど、うん、でもそれでもやっぱりあの必ず暗闇の中に光は差すし、あの今が夜明け前なんだって信じて、うん、作りました。もう光が絶対に来るっていうことをもう信じて作ったことですね、うんうん、坂井君は本当にそういう自分の体験みたいな、うん、思い入れがすごいある曲で、うん、まあ、なんかどっちかというと明るいか暗いかといったら暗い曲な感じに聞こえるんですけど、うん、僕にとってはすごいあったかい曲なんですよ、うん、なんかすごいなんていうか、美希くんの今まで思ってくれた気持ちとか、これからも一緒にやっていこうっていつも言ってくれるんですよ、うんうん、僕がどういう状況になってもそういう時に作ってくれた歌だったたので、うん、本当に僕にとって演奏するときは本当に優しい気持ちになれるっていうか、それこそなんていうんですかね、賛美の気持ちでできるというか、うん、感謝の気持ちが溢れてくるっていうか、そういう曲ですね。やっぱり今ね、若い世代でもすごく心の病気とか、はい、こういろいろ戦ってる人が多いと思うんですよね、うん、引きこもりだったりいじめだったりいろんな問題で、だからそういうあの人たちにすごくこう説得力があるというかね、うん、あの本当に自分も苦しみの中をなんか通ってるからこそ伝わるんじゃないかなと、うん、そうですね、そういう人たちにぜひとも聴いてもらいたい曲ですね、うんうん、じゃ あのバンドにとってあの今年のなんか目標とかビジョンとかって何かありますか？そうですね、やっぱり去年はあのワンマンを初めて、うん、やって、やっぱりあのバンドとしても転機というか、うんうん、そういう時だったと思う。栄もそうなんですね、あの新メンバーも入ったし、栄、うん、も本当に元気になってきて、うんうん、だから今年はもうこの勢いをなんていうか、もっともっと出してがっつりあのライブをやったりとか、うんうん、まあ、音源できたら作りたいなと思ってますし、そうですね、どんどん活動を活発にしていく年にはい、したいですね。本当になんかパワーアップした感じが、うん、ね、はい、あの、うん、今年のすごくなんか活動を期待してます。ありがとうございます、まあ、最後にね、皆さんに聞いていることなんですけど、はい、まあ、賛美とは一人一人自分にとって、一言で言うと何ですかっていうのを、じゃあ、ドラムの翼くんからいいですか？はい、うん、まあ、賛美とはと言われましても、僕はでもやっぱり演奏してる時はなんか賛美だったりとか、なんだろう、そういう意識は正直してないですね。まあ、自分の中からこう正直に本当に出てくるものをこう出せればいいなと思うし、それが神様に向かったものだったらそれも賛美だろうと思いますし、そこら辺は特に意識はしてないですね。じゃあもう本当全身全霊を込めてもうドラムに向かってるっていう、入れるように頑張ってます。ありがとうございます。じゃあ、はい、はい、まあいろいろ考えて難しいですけども、うん、まあ本当に単純というか簡単に言うと、本当に祈ることとか、うん、神様に向けた気持ちをその声に出す、して音にするっていうこと、うんうん、まあ、それイコール本当に賛美っていう感じですね、うん、だからもう神様のことを思ってギターを弾いて、それが神様にとってね、本当に神様が喜んでくれてるんだったら本当に嬉しいなと思うし、そういう気持ちで本当に神様の愛を感じて、それをまた何だろうな、ありがとうという気持ちとか、うん、助けてという気持ちとか、いろんな気持ちを神様にぶつけるときかなと僕は思ってます、うん、ありがとうございます。じゃあ酒井くん。僕はそうですね、賛美といえば
爆発ですね。爆発。お、いいですね。来ました。芸術は爆発。賛美は爆発。爆発するっていうか、うん、なんていうか、僕も去年のワンマンライブでも、うん、本当に終始爆発してたというか、なんかそこにある感謝の気持ちが、うん、今まですごい辛い道を通って。うんうん、通って通って通ってのワンマンだったんで、うんうん、その時に、うん、まあ、辛いかった時から良くなっていく過程の中ですごい感謝の気持ちがすごい溢れてくるんですね、うんうん、当たり前だと思ってたことができなくなったりしてたので、うんうん、それが少しずつ怖くなくなったり、うん、なんか恐怖が消えたり、また鬱っぽい気持ちがなくなったりとか、うん、そういうの毎日朝起きて本当に感謝だなと思うし、ライブできることも本当に感謝だなって思うんですよ。だからそのライブしてる時は本当に爆発して賛美しようと思って、なんかうちに秘めた情熱って持ってるものがあるんですね。それを知ってる方が僕の心の中にもいるんで、本当にその人に向かって感謝と本当にこれからも頑張っていこうっていう気持ちを表現できたらきっとそれも伝わると思ってるので、それが賛美っていうか爆発っていうか、なんていうか、本当にそんなイメージはそんな感じですね、はい、ありがとうございます、はい、じゃあリーダーのミキ君。そうですね、まあ、近いかもしれないんですけど、やっぱり賛美は魂の叫びかなというふうに思っていて、もう本当に全てを神様にさらけ出す、うんうんうん、悲しい気持ち、嬉しい気持ち、どんな感情でもやっぱり神様にダイレクトに捧げられるもの、それが賛美じゃないかなと思います、うんうん、なんかね、うん、それぞれこう言ってることがこうすごくそのバンド全体としてのやってることなんかすごいつながるような感じがして、 あの音楽性っていうのはやっぱり賛美なんだっていうね、こうすごい爆発っていうかエネルギーとかね、すごくこう力を与えられたような感じがします、はい、ぜひ、ね、今年も新しい曲いっぱい書いて、はい、ありがとうございます、爆発、はい、爆発して、爆発して前進していってください、期待してます、ありがとうございました。今日のゲストは、クロットの皆さんでした。この、我が魂の賛美では、そうですね、いろんなジャンルの音楽を、お届けしていますけれども、本当に若い世代の、に届くようなそういうロックスタイルのですね、新しいジャンルが起こされていることを、本当に嬉しく思います、それではまた次週も、我が魂の賛美シーズン2でお会いしましょう、今日はありがとうございました。じゃあまた来てください。お願いします。お願いします。お願いします。いいよいいよ。